リニア中央新幹線のトンネル工事で湧き出る水の全量戻しについて JR 東海が新たな具体策を県に示しました JR 東海が県に提案したのはリニア中央新幹線の南アルプストンネル工事で湧き出て県外に流出してしまう水を大井川に全量戻す具体策です具体策は2案あり 大井川から山梨県側に流出した湧き水と同じ量を山梨県内のトンネル工事で湧き出た水をポンプアップすることでおよそ1年後に元に戻す案もう一つは大井川上流の田代ダムで発電のための取水を抑制し山梨県側への流出量と同じ量の水を大井川に還元する案で時間差なく全量戻すことができるとしています 去年まで開かれていた国の有識者会議では県外流出した水を全量戻せば大井川の水量は維持されるという中間報告がまとめられたもののその有効策が示されていないため工事着工の判断に進捗はないままでした。JR 東海かからららのの提案を受け今日午後から再開すするる県の専門部会でで検討が進められる見通しです